さん、まだまだ家の中で過ごすことが多いと思うんですけど、いかがお過ごしでしょうか。先日ヘッケルズのインセンスを紹介したんですけども、今回も僕のお気に入りのお香を一つ紹介したいと思います。で、今回紹介したいプロダクトは2つありまして、1つはお香で、もう1つはお香立てになります。で、今回紹介するものも2つともすごくかっこよくて、香りやデザインがいいプロダクトなんですけど、まだまだ世の中に知られていないものだと思うので紹介していきたいと思います。早速ですけど、今回紹介したいのはこの2つです。こっちがサンガインセンスの、お線香と、こっちが OBJT っていうブランドの、ロンリーっていうインセンスホルダーです。まずこっちからいきましょう。サンガインセンスっていうブランドのお香なんですけれども、サンガインセンスは京都を拠点としているお香の専門のブランドで、店舗とお香の研究所を、兼ねて、京都に本店があります。で、僕も実際に行ったことがあるんですけれども、オーナーのお香へのこだわりが本当にすごかったです。で、お香自体も燃焼させた時の煙の形を計算して作っていたり、それぞれの商品のコンセプトに合わせたストーリー性など細部にあたって本当にこだわりがあって、すごく面白いブランドだなと思って購入しました。お香に使われる原料も植物であるとか鉱物など本当に世界中から厳選したものを取り寄せていて、ものづくりに妥協していない感じが伝わってくるので、非常に応援したくなるブランドです。見ていただけるとわかると思うんですけど、パッケージデザインもスタイリッシュすぎずに、こうどこか親しみの湧く感じで可愛くて、非常にいいと思います。お香の種類によってパッケージの色も、これは青なんですけれども、この種類によってパッケージの色も違うので、何種類か揃えてみるとインテリアとしても映えるかもしれないです。はい、でこちらが、お香立てなんですけど、OBJT っていうブランドのお香立てインセンスホルダーです。こんな風に下のトレーと、お香を立てる部分が分かれています。で、 OBJT は韓国のデザイナーのリー・ジョンミンっていう方が立ち上げたブランドで、ライフスタイルに関するプロダクトを作っているんですけど、このお香立てもそのラインナップの一つです。で、結構機能性も重視したデザインをしているブランドなので、使いやすさと佇まいの美しさが共存している感じが、個人的には好きです。で、このお香立てはこのお香を立てる部分が、真鍮製 でこちらのトレーがブナの木でできているんですけど、こう非常にこうソリッドな、真鍮のソリッドな雰囲気と、あとブナの温かみのある感じがうまく調和しているので、空間全体に馴染みながらも空間全体を引き締めてくれる感じがありますね。で、この丸い形も幾何学的なイメージを連想させてくれて面白いと思います。これはロンリーっていう名前のお香立てで、 OBJT からもう一つリバースっていうお香立てが出てるんですけれども、ここに出しておきます。そちらもスタイリッシュで非常にかっこいいです。ただリバースは線香を逆さまにするして使うので、若干燃焼時間が早くなる気がしたので、僕はデザイン性と機能性のバランス的にこうお香を立てて使えるこのロンリーを選びました。じゃあ今回もこのサンガインセンスと OBJT のお香立てを使って実際にお香を焚いてみたいと思います。
ぱり家でお香を焚くのはいいですね。僕が持っているこの青いのはスモーキーさが特徴的な香りなんですけど、香り自体はきつすぎずに結構近くで嗅いでも嫌な感じが全くしなくて心地いいです。で、大体燃焼時間は15から20分ぐらいで、燃焼後も数時間は香りが持続するので、個人的にはちょうどいいぐらいの燃焼時間かなと思います。これ以外にもサンガインセンスにはいろんな香りのラインナップがあって、宇宙をイメージした香りだとか、あとは過去と現在と未来をそれぞれイメージしたものとかいろいろあるんですけど、徐々に他の香りも試していきたいですね。で、OBJT のお香立てはいつ見てもかっこいいですね。お香立てってなかなかかっこいいものがなくて、あっても生活に馴染まないものがほとんどなんですけど、OBJT のこのプロダクトは本当に佇まいが美しくて、かつ、生活にも馴染むのでいいデザインだなと思いますね。で、このトレイ自体も面積があるので灰が飛び散らないですし、掃除も簡単で機能的で便利です。やっぱりデザインに特化したものってどうしても機能性を犠牲にしがちなんですけど、 OBJT のプロダクトはデザインと機能性を両立していてさすがだなと思います。この素材として使われている真鍮もブナの木も経年変化でどんどん味が出てくると思うので、素材の色の変化も使っていく中で楽しめると思います。サンガインセンスは京都の店舗でいろんな種類を扱っていて直接買えるんですけど、遠方の方はオンラインショップで買うのが便利だと思います。で、OBJT については扱っている店が少ないんですけど、基本的にオンライン購入が日本でも、できます。で、サンガインセンスも OBJT も大量生産していないので、品切れであったりお目当ての香りがなかったりとかあると思うんですけど、もし見かけたら検討してみるといいと思います。はい、そんな感じで今回は僕の愛用しているサンガインセンスと、OBJT のインセンスホルダーを紹介しました。まあ、お香って嗜好品ですし、そんなにめちゃくちゃ安いものではないと思うんですけど、まあ、家での時間もアップデートできると思うので、ぜひチェックしてみてください。はい、この動画が参考になったらグッドボタン、あともしよろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までありがとうございました。ではまた。Thank you.